ベロニク・ボゲールは、ベルギーのバイオリニスト、イクセルに生まれる。4歳の時からバイオリンを始める。初等教育を受けつつラルビエール音楽院に通い、ブリュッセル王立音楽院とエリザベート王妃、シャペルムジカーレで、カルル・ファン・ネステの訓導を受けた。ネステとの指定関係は1980年に、彼女がエリザベート王妃国際音楽コンクールに9位入賞を果たすまで続いた。 ボゲールのコンクール歴は、上記エリザベート王妃国際音楽コンクールに入賞の、他に、マリアカナルス国際コンクールに入賞、シリ国際コンクール優勝、テヌートコンクール優勝などが挙げられる。18歳の頃から、母校のブリュッセル王立音楽院で、室内楽とバイオリンの講座を任される。数年後には、モンス王立音楽院でも教鞭を取るようになり、 ブリュッセル王立音楽院の弦楽課長も、務めるようになった。主要な弟子は、以下の通り、ロイック・ビサレー、ベロニー・クボ・ガーツ・フェルム・レポーツ・ジ社シャトー・デ・セニフ、イン・レ・ソワ・ール・ジュ16、7、2015、P29ABCD ・ビオグラフィ、シュールル・サイト・ジ・コンクール・レーヌ・アリザベス・コンサルトル・7、セプタンブラ2012、コンクール・インターナショナル・デ・ミュージック・デ・バーセラン、 ロリオッジジュコンクールハット http コロンスラッシュスラッシュ www.osel.b スラッシュオーケストラスラッシュ c o n c e, t e r t m e i s t e r s p h p ありがとうございます。